では早速いきましょう。名前、一条リリカ一条リリカ、かっこ本物って書いてこう、本物偽物もいるかもしれないけど本物でいきましょう。偽物臭い。あ、もう以上だったんだ。以上だって終わったわ。この2024年の試験を受験するのは初めてですか？はい、初見です。よければあなたの推しを一人教えてください。リリカの推しは一条リリカ。一条リリカ推したくさんいるんだって思ってもらえるように、一条リリカでスコアを表示、ポチ。待ってってこと？マジ？うわー、すげー、やばー、天才じゃん。うわー、めっちゃ嬉しいんだけど。嘘でしょ？すげーじゃん。もう30分っていうところ1時間10分使ってるけどね。すごくない？マジか。え、上位 1.5% だって。すごい、やったー。名誉ホロリスやないか。これはジーニアスです。大学合格です。どやー。いや、でもなんか問題は良かったね、これ。なんかあの 100% 理解してなかったとしても、ちゃんと紐解いてったら解けるようになってた気がする。え、めっちゃ嬉しい。やったー。可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめん。